こんにちは、エミリです。今回の動画はバラっぽいモチーフの作り方の動画です。はい、でクラフトバンドをね3本にカットしました。長さがだいたい71センチぐらいなんですけど、まあ、70センチとか70センチちょっとであれば大丈夫かなと思います。はい、ではねこれで作っていきたいと思います。はい、でね3本のクラフトバンドにをこうやって重ねてまとめてね、こうやって真ん中に折り目をつけます。で折り目をつけたらこの真ん中合わせながらこんな風にして重ねていきます。これねもう完璧あれですね、ヘキサグラムの最初の編み始めになりますね。これが一番下に来るやつで、これが2番目に来るやつ、これが3番目に来るやつね。だこの1、2、3の順に重ねていきます。はい、では編み始めていきましょう。今回のね編み方はヘキサグラムです。でヘキサグラムをねちょっと変えた感じで編んだりしていきます。はい、ではまずねこのね左斜め下にあるクラフトバンドをこうやってくるっと輪っかにした状態で右斜め下に持っていきます。この真下にあるクラフトバンドの上を通ります。でさらにこの最初から右斜め下にあるクラフトバンドの下にこうやって、はい、そしたら次ね、この真下にあるクラフトバンドをこの右斜め下にある2本のクラフトバンドのこうやって上を通って右斜め上に持っていきます。最初から右斜めにあったクラフトバンドの下に来るようにします。そしたら最初から右斜め下にあったこのクラフトバンドを右斜め上に2本あるこのクラフトバンドの上を通ってよいしょ、こうやって真上に持っていきます。でこの真上にあるクラフトバンドの右隣に来ます。そしたら最初からこの右斜め上にあったクラフトバンドをこの真上にある2本のクラフトバンドの上を通って左斜め上に持っていきます。でこのね左にあるこのクラフトバンドの上に来ます。はい、そしたら最初から真上にあったこのクラフトバンドをこの左にあるこの2本のクラフトバンドの上を通って左斜め下に持っていきます。そしたら最後最初から左にあったこのクラフトバンドをこの今左斜め下に持ってきたクラフトバンドの上を通ってさらにこの輪っかにこうやって上から下にこうやって通していきます。こんな感じ。そしたら輪っかのクラフトバンドをこうやって引っ張ってで全部のクラフトバンドもこうやって引っ張って形を整えます。はい、そうするとこんな感じになります。このねなんかコンペイトーのような形になったら OK です。はい、これで1段目が編めました。そしたら次2段目編んでいきます。今回はね3段目まで編んでいきます。はい、そしたらね、ヘキサグラムってこの半時計回りに編んだ後って次こうやって時計回りに編んでいくんですけど、今回はずっとね半時計回りで編んでいきます。3段目まで今の編み方を繰り返していくんですよ。なんで3回繰り返すことになるんですね。そうするとね今の編み方をちょっとやっていくと、ここはサクサクとやっていきます。こうやってやっていくとこうやって引っ張る。はい、そうするとねこんな感じになるんですよ。さっき1段目はコンペイトーの形というかカクカクした形だったと思うんですけど、2段目も同じ半時計回りに編むとこんな感じのこの丸になるんですよね。で本来ならこれ間違ってるんですよ、編み方としては。でも今回はバラっぽいものを作りたいのであえて、半時計回りの編み方っていうのを3回やっていくことにします。はい、のでこれをもう1回やっていきます。はい、はい、で3段目まで編むとこんな感じになります。はい、そしたらこれでもう編みは完成になります。で裏はこんな感じになってます。
はい、でバラが編めたらこんな感じでクイックイッとね、周りをちょっとだけ押して、このね隙間をちょっとだけ埋めます。でもあんまりね押しすぎるとペチャってなっちゃうんで、気持ち軽く押す感じ。はい、パッと見そんな変わんないんですけど、そしたらこういうね隙間の部分にボンドをつけていきたいと思います。この隙間を埋める感じでボンドはつけていきます。こんな感じですね。たっぷりつけます。爪楊枝でやっていくのがめんどくさいっていう方は、こうやってね直接ねもうチョークでボンドつけちゃうのもあり。ただこの時出しすぎ注意です。ほんと注意してくださいね。こうやってつけたら整えるというか、で伸ばす、これでも一応大丈夫です。ただ本当に出しすぎ注意ですね。謝ると溢れます、本当に。でもこことかもさ、やっぱ隙間空いちゃうんですよね。こうやってボンドで直接埋めるのもありかもしれないですね。もうほんとお好みで、ここねやっぱクラフトバンドは隙間が空きやすいんで、ボンドはもう多めに私はいつもつけちゃいますね。もう溢れない程度に。はい、ではこれで乾かしていきます。はい、ではボンドが乾きましたので、このね余ったクラフトバンドたちをカットしていきたいと思います。ね、他の部分を切らないように注意しつつ、ギリギリのところをカットしていってください。1本目逆の方向にハサミ入れてカットしたけど、こうの方がカットしやすいかもしれないです。クラフトバンドをこう左斜めにある状態にして、左斜め上にこうハサミを当ててでカットする方がやりやすいです。でカットするとき、この余ったクラフトバンドをこうやって手に持った状態でカットすると OK かな、やりやすいです。はい、でねこういうカットした部分にボンドをつけていきます。はい、ではボンドを乾かしていきます。はい、そしたら完成です。できました。こんな感じの、どうですかね、なんかバラっぽい気がするんですよあれなんか私だけかな、でもバラっぽいなと思ったので、と、ね、今回こんな感じで動画にしてみました。このなんていうの、このさ、このなんていうのかな、折り重なってる感じがなんかバラっぽいかなって、あのバラのイラストとか見るとなんかこんな感じで描かれてるものとかあるのでそう、ちょっといいんじゃないかな、バラみたいなんじゃないかなって思ったんですけど、はいこれね裏も裏でなんかちょっとお花に見えなくもない気がするので、なんかこっちで使ってもこっちで使ってもなんかどっちもいいんじゃないかなとは思います。はいなんか結構私お花モチーフってクラフトバンドで過去の動画でもいろいろ出してるんですけど、なんでしょうね、お花好きなんですかね、全然お花詳しくないんですけどねでもこんな感じでやっぱお花のモチーフって作るの楽しいし、なんか結構浮かんだりするというか、作り方がなんか試作品作ってるとなんか偶然生まれたりすることもあったりして結構面白いので、はい、ぜひ皆さんもねこのバラとか、あと過去の、お花モチーフの動画を見ていただいたりして、いろんなお花のモチーフ作っていただけたら嬉しいです今回ピンクで作りましたけど、ほんといろんなね、なんかクラフトバンドもいろんな色あるので、ね、いろんな色で作っても楽しいと思うので、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、この動画がいいと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また質問やリクエストなどありましたら、ぜひコメントくださると嬉しいです。はい、ではご視聴ありがとうございました。また見てください。